秘書を鼓舞する気持ちとはいえ私の警察な行動行為によりまして鼻血を出させてしまったことは申し開きがございませんこのことで彼の気持ちを害したことについて心からお詫びを申し上げます高野議員は今日午前参議院本会議場の前でインタビューに応じました高野議員によりますと昨年末 高知の秘書3人と、高知市内の居酒屋で飲食中に、20代の施設秘書の男性をを叩き怪我をさせたとということです私の左隣に座っていた秘書に対しまして、しっかり頑張れよと、気合を入れる糸で、左手の甲で胸の辺りをポンと叩くつもりが、その手が秘書の鼻に当たりまして、鼻血が出てしまいました。 手の甲で、顔を叩く意図はありませんでした。あくまで鼓舞するつもりで、胸の辺りを叩こうと思ったところを。ええ。鼻に当たって,って。そうです。あの、私の左隣に置いた、ちゃん、とやろうぜっていう感じです。はい。で、その複数回の暴行があったとか、そういうこともないです。<分>もう、それは、あの、一緒に、あの。板秘書も二人は証言ができてますんで。はい。 関係者の話でその鼻血の止め方も知らないのかって顔におしぼりを押し付けたという話があるんですがそれについて高野さんのご認識というか。私、上級救急救命の、あのー、講習を受けておりまして鼻血が出た時にですや、ね、って上向いて、こうやってつまんで20秒ぐらい折ったら止まるからという形でつ、うん、つかんでたっていうのがあります。鼻から出血した男性に対し、高野議員は今年1月、 施設秘書から公設秘書への就任を打診。一度は本人も了承したものの、その後退職を申し出て事務所を辞めたということです。結果的にこうした怪我を負わせてしまったことへのまあ国会議員としての責任、こういったものはどううのように感じていらっしゃいますでしょうか。まずあの本人に合わせていただいてしっかりとお詫びをさせていただきたいというふうに思っております。僕はこの件に関して被害届とかそういった。 あの私がです、ねあのまあ、本人と会う、もしくはうちの秘書が元、まあの同僚で仲間なんであのお話をする中で例えば高野さんを訴えるとかなんか誰かに言うかとかいうことは一切しませんという話は当時はししておりました。はい、高野議員は2013年の参議院選挙で初当選、現在2期目です。 自民党県連は今日夕方役員会を開催、胸を叩くことは暴力行為にあたるとして、高野議員の離党勧告や除名処分を求めることを決めました。明後日開かれる県連の投機委員会で決定されれば、自民党本部に対し、厳正な処分を求める申し入れを行います。